あ、どうも。あ、どうもどうも。今日はね、レコーディングしてるんですよ。そうですね、うん、もうリズムを取ってます。後半、はい、5曲メール来てますけどね、うん、岡山に住む、3952と申します。うん、銀次さんのラジオでコレクターと知ったので懐かしい気分で楽しく聞いていますと。銀次さんのラジオ、うん、そうだ、だ結構なお年なんじゃない、すごい古いね。中3の息子がほら、中3の息子が東京に修学旅行に行き、うん、帰ってきまして一番に言った一言は、うん、加藤君も小太郎さんもいなかったでした。いい息子だ ね、 いいね。大物だと思ったよ俺たちは。もう本当にいいね。すごい、いや東京タワーか小太郎かってことだよ。そうだ、そうだね。どういうことだ、スカイツリーか俺かってことだ。言ってくれればね、どっかそどっかいたのね。もうコースさえ言ってくれればね、どっちか立ってたのに。それバスの中から見えるそう、見えないね。だって俺修学旅行生が乗ってるバスあんじゃん、バーって、うんうん、いっぱいいるでしょ、うん、でベスパ乗ってさ、うんうん、あのクロモイルのほらハンキャップのさ、うんうん、シルバーのヘルメットあるじゃん、かぶってた、うん、でちょうど信号待ちしてたの、国会議事堂になったりで、うん、そしたらさ、うん、もう嫌な言葉が聞こえてきたんだよね、田舎から来た、うん、多分ね、あれ中学生なんだよ、うんうん、まあ、開けて、うん、いるぜロボコップって言ったんだよ。俺がっかりしちゃってさ。あ、そう、うん、俺モズだよって言い返してやろうかと思ったの。でも今の中学生ピュアだよね。俺たまに手振るんだけどさ、あのバスに、うんうん、手振り返してるもんね。お前選挙官じゃないんだからさ。俺らの頃だったらなんだよとかなるじゃん。いや、なるなる、だってバカ調子乗ってるんですよね。みんな振ってくれんだよね。なるほどね。ちょっと嬉しくなっちゃうね。今の子供変わったね。本当だよ、うん、ある意味すんごい素直なんだよね。そうなんだよね、うん、だから中学とかこうパーって見てもさ、うん、パンチパーマがいないんだよ。まずいないよ、いないよ。いるわけねえじゃん。パンチパーマ俺の方いっぱいいたよ。まずそれはね、時代時代だってさ、昔だったらさ、うん、まあ、中学になったらさ、うん、こう親と買い物とかあんま行かないじゃん。行かない、ね、絶対行かないじゃん、ね、もう小学校の高学年から行かないよね、うん、と今はさ普通にいるよね。いるね。あとファミレスとかでもさ、いるね。家族でさご飯食べて、それぐらいの年頃で、俺たちの時考えてよ、ね、絶対嫌でしょ。嫌だね。ねえ、嫌だね。おふくろさんとかにつやだこうだ言われながらさ、うん、ご飯食べるのとかさ、結構素直にね。そうね、うん、みんないるから。まあでもそれがいいのか、俺たちが子供の頃の方があれなのかな、発展途上だったのかな。まあ世の中が違うからね、うん、どうなんだろうね。どっちがいいとも言えないよね。今のがいいんじゃないの。今のがいいのか、うん、おそらく。そうだよね。それでもやっぱ自立するとかするんだろうし、まあしなきゃいけなくなるからな、うん、これで昔の方が良かったって言って俺たち相当年上になるからね。そうだね。ほんとなんかさ、まあほら我々そのまたロックンロールがこのね、うん、いい時にまあ経験しちゃったからね。経験してるからさ、だからフェスとか出てってさ、うん、どんな大物のさ、うん、こうライブとか見ててもさ、うん、曲やってる時はなんかなんとなくみんな聞いてんだけど、終わった後の拍手 の、 そう、ね、あの消え方の速さね、うん、昔だったらさ、うおーでしょ、もうやっぱフェスとかも良くないね、多分ね。良くないと思う、うん、あと客がさ、もう波切ってるよね、やってる方、うんうん、そうね、隣の兄ちゃんぐらいにしか思ってないな、あれ。ダメだね、うん、ストーンズ級になんないとな、やっぱな。すごいの見せてないんだよ、小太郎が。リッチの早弾き見た時にビクったでしょ、うん、だからああいうのが出てないんだよ、今。バンヘイレンが、バンヘイレンが、バンヘイレンだよね、小太郎くんね。あれ見た時に何やってんのかと思ったもんね。思ったよ。つまりさ、ああいうことをさ、うん、見せなきゃダメなんだよ。だからもう出尽くしたよ。だからそこ行くんだよ、小太郎くん。だからさ、ドリルでやって弾いてるやつも、ドリルもいた。終わっちゃったんだよ、うん、ドリルもいた。歌だって、なんか歌いやすいような歌ばっか歌ってっからさ、なめられんだよ。ほんと、みんなの歌みたいな、ね。刺身のさ、女体盛りみたいな感じで、ギターの上に刺身盛るしかないでもう。小太郎くん、いいね、それ。あれ、出てきた刺身盛り。刺身、それで、それ、ボーカル出たら食ったってことやってる。なるほど、食べ出したら。それが演奏の始まり。そうそうそう、どんどん落ちてきてね。それぐらいしかないもん。それしかないよね、うん、ベーシストは海藻まみれでね。そうそうそう、いいね、海藻ベーシスト。海藻ベーシスト、あ、でもそれ一つありだな。シーパラダイスのステージが、そう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 、最後はイルカショーみたいになってさ、
からそういうなんかさ、こうなんで世間をびっくりさせるようなさ、うん、みんなが決まっても大体予想してきてるのはだって花火大会だもん、もうフェスが。そうだよね、うん、驚かないよ小太郎君、花火大会だって。そうだね、よっぽどなのは出なきゃ。そうだね、うん、花火じゃ驚かないね、もうね。驚かないでしょ、うん、綺麗ねで終わりだね。終わりじゃん、うん、ドーン上がってパーンって言ったらさ、うん、そこから美女がパラシュートで降りてくるみたいなさ、それぐらいのさ死んじゃうからね。いや死んじゃうけどさ、飛騨天候とのミックスですよこれ。飛騨天候ね、うん、だってコウタル君、あの元祖飛騨天候の時、コウタル君だってビビったでしょ。おっさんの天候、おっさん天候の時、おっさん天候で俺ビビったよ。あのパイプの中から抜け出すようなやつ、もう爆発してんだよ。してたね。あれマジでやってたのかな。やってたよ。なんでしょう、言い切れんだコウタル君。だってさ、うん、あれだよ、なんかやってたよ。トリックあれじゃないの、あれ、そういう、いや危険、心霊シーズンみたいな。いや危険なんじゃないの実際あれ。でなんか全部鎖外したの本当に。それはまあ外れるようになってんだろうけどそこは甘いんだ。そこは甘いんだけど、まあでもちょっと間違えてさ、うん、そこでなんかさ、うん、突然転換でも起こしちゃったら死んじゃうじゃん。まあ転換起こさないけど病気だから、うん、ね。でも結構それ危険だったんじゃないの、転換も。そうで、水中とかに入ってんだ、しかも。そうだっけ。うん、すごいさ、水の流れる中みたいなさ、パイプの中をさ、手はさ、うん、鎖とかに繋がれててさ、ね、水中だよ、しかも。知ってる知ってる。それをだって、なんか上まで登んないとさ、途中がどんどん爆発するみたいな。あったね。あんまり俺ね、引き立てんこ、やっぱドキドキしなかったかな。何、ちょっと待って、元祖の方。元祖。何だと思ってたの。いや見てたけど、うん、長いなと思ってたんだけど、なんかさ。なるほど、うん。分かりにくいんだ。そう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 。プログレなんだよね、だから。プログレだよね。うん、確かに。もっと俺ほらやっぱスモールフェイスみたいなさ、なるほど、3分間のポップスを欲したんだよね。なるほど。その割にはもうイントロが長すぎて。そう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 。あ、ホテルカリフォルニアだったんだよね。確かに長かったね、うん、ホテルカリフォルニアね。そうそう、うん、で最近のテレビとかもさ、うん、CM の後さまた戻りすぎるじゃん。戻る。あれに似たテイストを感じたんだよね、子供心に。もう分かってたんだ、うん。そうだね、だそういった意味ではあれだね、うん、別に成功してもなんかうおーって感じなかったもんね。なかったでしょ。なかった。すごくやっぱマリックがさコンパクトに決めてくれたじゃん。あのさ最初見た時のさ、なんかこうワイングラスの中かなんかにあるさボルトをさ、うん、緩めちゃったりするやつ、マリック手も使わないで。あ、そう、あったよ。コウタ君見てたじゃん、あそこのさスタジオでね。スタジオでもうあの釘付けだよ。1989年じゃない。9年。そう、 そうだよね、御徒町のさ、うん、スタジオでサードのレコーディングしてるときにさ、マリック始まるぞ つってレコーディング中止になったんだから。そう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 。マリックってあれでしょ、トリックとマジックで、マリックでしょ。そうそうそう、マリック。うまいこと言うと思ったよね。うまいこと言うよ。さあ、うん、なんかさ水にさ胡椒をさすごい浮かべてさ、うん、水に胡椒を浮かべるの、うん、浮かべて一面胡椒なんだよ、うん、マリックが手触れると胡椒がヒュッて逃げんの。逃げるんだよね、うん。で俺すげえなと思ってさ、うんうんうん、いろいろ調べたんだよ、うん、であれマリックその胡椒に指入れる寸前に耳の油つけてんだよね、指にちょっと待って、こう耳の油ってことは耳をこう触って油をつけるんですよ、指に、指に、うん、そうすると胡椒冷えて引くんだよね。ああ油がパーって散るから。そう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 。なるほど。それ自分で実験してみたんだよね。そうね、それ自分でやってもうまくいったから。そうなんだ、うん、自分でもやったんだ。ありましたよ。それあれでしょ、こう分かりやすく言うとさ、うん、あの餃子食べるときにさ、うん、ラー油を垂らしたときに、そう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 、あれを予想すればいいでしょ。そう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 、ラー油現象起こす。ラー油だとさ、でもやっぱさ、なんかゼラチンライトっぽい。ゼラチンライトっぽい。スロースローだね。もう耳の油早いね、もっとね。早いんだ、はい、いろいろ実験してんだな。マリックの本買ったんだから。結構そういうのハマってたよね、マジックの本ね、うん、このさ池24でも言ったけどさ、うん、あのいいことあるさのさ、プロモーションビデオ撮るときに、うん、ほら本当のさ、うん、マジシャン呼んだじゃん。呼んだね、うん、マリックの先生だって、ね、自称ね、自称ね、うん、でその人にこうスプーン曲げとかね、うん、教えてもらって、うん、まあ孝太郎君が一番質問してねどんどん突っ込んでて、そうそうそう、このスプーン曲げどうなんですかって言ったら、うん、最終的には力ですね。そう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 、夢をね、俺たちの夢をね打ち砕いたじゃん、うん、そう、でこうコインを浮かすね、うん、そうそうそう、ヒューッと浮いてんだよね、のね、うん、あのマジックも、これどうなんですかって言ったら、あ、これも力ですねって、ここの筋肉を鍛えてる、親指のこう付け根の筋肉を鍛えるんですよって言って、で、孝太郎君さ、覚えてない、
もうすんごいそういう質問に疲れちゃって、うん、でも向こうの先生は乗っちゃってんだよ。乗っちゃってる。もっとさ、安倍総理じゃないけどさ、うん、早く質問しろよって感じになってんだよ、向こうね、うんうん。その時、孝太郎こう言ったんだよね、うん、先生に、うん。マリックってエッチなんですか全然関係ねえ質問したんだよ。そうしたら、その先生なんて答えるって言ったから、それ覚えてるでしょ、なんとなく分かってるね。でなんか覚えてないの、覚えてる覚えてる。ね。なんかね、うん、波じゃないですね。そうなんだよ。コータル君に向かって真顔で、エッチなんてもんじゃないですよ。そう言ったんだよ。それが本当かと思った。これ俺らが言ったことないからね。そう、俺が、俺らじゃないです。クレーム困るよ。そう、クレームを受け付けないから。うん、これはもうその、自称マリックの先生っていう人、ね。でもあの先生はテレビ出てたよなと。あ、そうなの？見たの俺。で、コータル君、ブードゥーマジックをその先生が教わってね。そう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 。それで各地でそれを披露してて、それで各イベントのさ、うん、ケータリングのお姉ちゃんが全員驚いてね、そうそうそう、あの人マジックもできるギタリストよ、そうそうなんだよね、あれこそマジックフィンガーって感じでね、そう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 、もうスローハンドかマジックフィンガーかっていうポーちゃんかって感じになった時代があったよね、うん、でじゃあクレーム あのレコード会社の忘年会でお願いしますよとか言ってね、そうそうそう、まあ、飽きちゃってるその頃やね。いやー、でも最近マジックの番組もないね。あのさ、外人の人いたじゃん、セロ。あー、あれすげえな、あれもすごい。あれはでもさ、仕込みないとできないことじゃん、あれ。でもさ、孝太郎君、俺さ、うん、あの水槽あるじゃん、金魚が入ってる、うんうんうん、あの水槽の中にさ、うん、手入れてさ、うん、本当に、うん、で、魚掴んで出したよ。なんかあるんだよ。信じられる、生きてんだよ、それ。だってなんかあの人モスバーガーのさ、うん、看板かなんかからハンバーガー出したよ。あ、まそっちもすごいね。絵に描いたんだ、写真では。あれだから触ってたんだよ、うん、そっから本物のハンバーガー出てきちゃったよ。そっちもすげえ。そういうことはさ、もう嘘なわけじゃない。まあそうだけど、うん、なんで出てくんの。だからそれってもうさ、仕込みがあるでしょ。でどうやって仕込むのよ。だからもう AD かなんか仕込んでくんだよ。あ、そういう感じの仕込み。だってマリックだってさ、1万冊誰かありますかってさ、福留さんが出したじゃん、自分の作品。出した、ね、出した、ね、それ福留さんが協力してなかったらできないもん。そりゃそうだ。その協力者がいるのは俺実は気に入らないんだよ。共犯者がね、うん、気に入らないんだよね。なるほど。そっか、あくまでも自分自身で全員を騙すよ。やっぱ銀次さん的に言うとアイスタンダーローンでやってほしいんだよね。なるほどね。一人ぼっちでね。そうそうそう。そうか。セロンだってね、すごかったよ。でっかいラーメン全部食っちゃったよ。そうなの、うん、でもあれどっかにストローついてたよね。あ、そう、床に落とす。でもさ、うん、なんかレインボーブリッジを消すとかそういうやつもいたよね。それ昔ザーベス店でさ、うん、透明人間の時ピンクリディが消えちゃったようなもんじゃないの。だから前で同じようなもんだと思うけど、なんかそれぐらい巨大なやつもいたよ。東京タワー消しますみたいな。ほんと？いたよ、いたよ。消えるわけないよ。消えるわけないよ。俺追ってたってよ。で、それのネタ明かしも全部やってんの今。ああ、やるんだって。楽屋落ちが一番面白いってことだよ。そうだな、そういうことだな。ネタ明かし、ネタ明かししちゃうんだから。でも本当はご法度なんだよね。自分で作ったネタに関してはいいのか。いいんじゃない、自分で作ってんだから。うん、他の人がやったネタをね、バラしたらさ、ちょっとまずいじゃん。俺たちだってあのアーティスト歌ってねえよって、まあそうだよね、言いたいのは言って山々だけどさ、そうだよ、ね、言えないもん。そうだよ、ね、歌ってね、山々だよ、ね、うん、いっぱい知ってんじゃん。そう知ってるよ。あの有名な、世界的に有名なあの人だって ね、 ね、リハーサル始まった瞬間にちょっと出てってって言って、そうそう、歌ってもいねえのに声が出てたっていう ね、 そうで、ねスタジオで今日何のレコーディングですかって言ったら、ライブ版ですって言ったら、そう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 なんだこれライブ版なんでスタジオでレコーディングしてんだっていうね、いろいろあるけどね。そういろいろあるけどさ、そこ言えないもんね。でもまあさ、知りたいこといっぱいあるよ。でマリック手から500円出たもんね。出た。簡単なやつほどは分かんないね。だからね、分かんないね。うん、だそういう難しいやつはもう絶対孝太郎君の言うようにも仕込みがあるっていうのも前提に考えるから、うん、だからそう、あと自分でこう目隠しとかしてるときは、うん、あそこに絶対小型発信機でなんか言ってるよね。まあ、まあ、そうかもしれないね。左から3番目とか、うん、絶対、うん、そうあるかもしれない。なんかサインがあるよね、サインがね。いや、なきゃ無理だもん。そうだよね、うん、野球だってヒットエンドなんとかサインあるんだもんね。そうだよ、そうだよ、できないよ。なかなかね。でもマジックの見たいな。うん、最近なんかお目にかかった。いや俺一時期本当マリック見たくてさ、うん、チケット取れないんだよね、うんうん、テーブルで。なるほど。回ってきてくるんでしょ。でみんなスプーンも持たされるんでしょ。ああ、それで曲がんのか。うん、
それびっくりすんね。だってそれも切り込み入れて仕込んであるスプーンでしょ、多分。多分そうだよ。だって力だって言ったじゃん。でもさ、うん、そのなんかそのマジックの先生に習った時にさ、うん、スプーン持たされてさ、これ仕込んであるやつですからっつって、うん、本当に曲がったよね。曲がった。事務所の荒さんが曲げたぐらいなんだからさ。よっぽどの力で、簡単な力でピュー曲がるよ。すげえよな。なんだ、一回焼いたりとかするのかな。いや、切れ目入れて。切れ目入れんの。そっからまたなんか柔らかいの塗るんじゃない。あ、こう工夫すんの、加工すんの。じゃないの。なんかんだよな。そうだと思うんだよね。で、こういう振ってるだけで曲がったやつもあったしさ。まあすごいよ。そうそう、振ってるだけでボロってね、いっちゃったりね。そう、俺じゃだってカレー食べられないよね。食えるわけないよ。でも見た目はだって普通のスプーンだったじゃん、こうだろうか。あれだって俺見たもん、その仕込み前の切り込み入ってるやつ。あ、そうなの、うん、見せてもらったの。なんでそんな裏方のところまで見てんの。いや、知りたがるんだよね、俺も。またいいさ、アタッシュケースなんですよ、小田君ね。そうそうそう、なんかゴルゴに出てきそうだね。そうそう、くそ、中にもう銃でも入ってそうだね。そうなんだよ。よっぽどあれ、なんか大事なものが入ってる感じだよね。スプーンだよ、旗から見たら。旗から見たらね。でも開けたらスプーンなんだよね、ドワーって。で、あの人の帰り際に俺本くれたんで、一冊。そう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 、これで勉強しろって。そうだそうだ、思い出した。私ケースって言ったらリンゴ玉引きか、あの先生からね。リンゴ玉引き、あの私ケースだから、ヒゲ剃り入れてたからね。そうそうそう、テンサスとかに ね刺さってんだよね。 T の字がね。そうそう、私ケース欲しいな。でも持たない方がいいよ、今時。なんかかっこよくない。で、服に合わないか。流行んないよ、小太郎君。服に合わないかな。流行んない。で、加山さんの私ケースすごい、何でも入ってるよ。あ、そうなんだ。私ケースなんだ。手ぶらで来るけど、マネージャー楽屋とかに、置いてあるの。置いてあるんだけど、私ケース。で、何入ってるんですかって言ったら、何でも入ってるんだよね。そうなの。毎朝見てますよ、加山さんの散歩。散歩。最近散歩見てないよ、俺。面白い、相変わらず。あ、そう。うん、大変だよね、あれ。あれは休めないから大変だと思う。これから夏とかさ、うん、歩く距離はね、大したことなくてもね、うん、1日だけで2箇所とか散歩するんじゃないの、あれ。じゃなきゃ間に合わないでしょ、うんうん、すごい。しかもそんな遅い時間には散歩できないしね。そうだよね、夜の散歩とか行かないもんね、うん、もう犬じゃねえんだからね、うん、本当にボーダーコリーの5回目の散歩だったらね。そうか、犬はあれ夏アスファルト暑くてできないのか。暑いよ、こと裸足で歩いてんだよ。そうか、犬はプールとか歩けないもんね、俺らもね。歩けないよ、あれをね。街中で犬をね、体験してんだよ。そうだよね。そうだよ。そうか。しかも大型犬とかになるとさ、うん、何ワンセット1時間とかってやつをさ、1日に5回とかやんなきゃいけないんだよ。仕事してたらできないよ。犬係必要だね。犬係、本当に。バイトか。バイトとか。そりゃ大変だな。だってあんだけの大きさなんだもん、それは。もう動きたいよ、犬も。そうだよね。ハムスターってか行かないね。ハムスターまでくる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 待ってるだけだからいいけど。そっか。だから犬飼ってるやつが一番金あるんじゃねえかな。そうだね。大型犬。大型犬ね。うん。だって金と、いわゆる時間がないと買えないもん。そうだよね。高級車なんか持ってたってガレージ入れときゃいいじゃん。そうだよね。うん。で、乗りたい時だけ乗れば。そうね。犬だよ。犬。でかいの。でかいの。血統書付き。そう。でかいの見たら金持ちと思えだよ、これ。あ、そう。でかいの見たら。あれ、番犬もすんの？するでしょ。利口なのは。利口なのは。バカなのは泥棒にこうやってペリグリちゃんみたいな食べさせられてる間に盗まれちゃうんじゃないの。ダメなのは、うん、でも利口なやつとか本当あれだよね、玄関のところにいたりするよね。いるよ。あれかっこいいよね。かっこいいよ。俺も夢は玄関にあの犬っていうステッカー貼ることだもん。とあれね、うん、あれなんか何枚も貼ってるってんじゃん。あれ、ね、更新してるってことある。更新ですよ。だってあれは予防接種を受けると毎年ほらなんか剥がしちゃいけないの、過去のもの。いや、いいんだよ、バイクの後ろに貼るさ。なんで剥がさないの、あれ。なんで剥がさないの。ステータスだよ。そうだな、気づいてよ。そうなんだね、うん、軍服のここにいっぱい勲章つけてるじじいいるでしょ。あれと一緒なんだ。俺行く飲み屋でさ、最後にさ、グラスで計算する店があるんだよ。だそれでもう5個ぐらい並べてると、うん、あいつ強いなって言われたんだよね。そうでしょ。だからバーナーそのグラスの数と一緒ですよ、犬のステッカー。なるほどね、うん、あれベタベタ貼ってあったらうち買ってるよってことだよ、小田君。 NHK のシールとは違うんだ。違うよ、 NHK の受信シールとは違うよ。そっか、あれとは違うよ、格が違うよ、小田君。犬だよ、犬は。
丸犬だよ、しかも知って知ってる、もずっぽいでもあれさ、保健本部のホニー似てない、ホニー似てるしちょっとやるとピースマークにも似てるよね、うん、犬か、あれ犬だよ、ちょんと大ってことだからね、そうだよそうだよ、犬、そうか、あのシールス、うん、いるってことなんだね、そうだよ、あれ貼ってなかったら予防接種してないってことなの、そうなの、自賠責保険みたいな、自賠責保険で、小田君まさに自賠責保険、毎年1回チックンってやんなきゃいけない、ね、保健所行って、保健所あの注射するところあってさ、大変だね、大変、管理大変だよ、軽自動車より大変だね、ある意味じゃね、軽自動車どころじゃないから、散歩に注射ステッカーだよ、これはあ、確かに、うん、だからやっぱりね、犬飼えるぐらいになりたいな、猫のシールないじゃん、猫はいいんだよ、いやだからさ、うん、でも俺猫派だからさ、あ、猫のシール作りたいよね、作りたいね、家入りたいよね、ね、猫いますって ね、 ねで毎年生きてたら食べたね、うん、ハムスターの歯とかさ、ハムスターもいいの歯いいね、あ、いいな、うん、昔はよくさ、玄関とか貼ってたけど、いやいや、すごい見たよ、見たよね、うん、すごい見た、マンションとかだと貼れないよね、で飼っちゃダメでしょ、犬、まず大体のところが、まあ大体ね、でもペット飼ってあるじゃないですか、今ないよ、ないんだ、うん、案外、うん、いや今は結構増えたよ、ほら増えたぞ、本当、逆に売りマンションが増えたよ、へえ、あ、売りマンションね、貸しマンションが来たら多いよ、こうだからやっぱほら少子高齢化だから、そうか、みんな子供の代わりに猫と犬ですよ、犬とね、うん、飼ってさ、あ、まあ、気持ちも分かんないでもないね、いや分かんないよその気持ちは、俺もう犬猫好きだからさ、もうムツゴロウさんみたいに暮らしたいもん、本当は、本当はね、うん、ああそっか、孝太郎君もないんですよ、ムツゴロウさんみたいになりたいの、俺はね、うん、猫かハムスターが一匹ずついればいいねまず猫がハムスター食べるから、いや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 、どっちかどっちかあ、どっちか、うん、ハムスターは簡単じゃんのって、またさ、まあ、お別れが早いからね、お別れがさ、確かにそうだよね、孝太郎くん泣きっぱなしだとしたらね、お別れ嫌なんだよね、翔ちゃんが2年おきにあれでしょ、スコップ持ってもらってやってほしいから、そうですよお別れのシーンがあるってことでしょ、慰めの方が大変だから、俺はそうだよ、2年は早いよな、早いよ、しかし生きないね、うちのカエル、あんまがあれば、でもだからさ、うん、俺らの例えば70年とか80年を2年でやって、ワームホールってことだから、だからもうそうだよ、俺たちの、うん、だからまあ日本人の平均男性は80歳ぐらいだけど、うん、平均寿命が、うん、それを2年で全部やってるんですよ、うん、だから彼らの中では時の流れ方は俺らと違う可能性がある、全然違うよ、ね、だから孝太郎君がハムスターだったら、うん、もう3分おきに焼酎飲んでるってことだよ、そうだよね、そういうことだよ、そう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 なんだよ、ね、で消化しちゃって、ね、またおって、うん、で寝て起きて、うん、3分おきに、そうだよね、うん、そりゃくるくる回るだよ、そりゃ回りたくなるよ、忙しいよ、すげえスピードだもんね、すごいスピードだよ、すぐジム行ってまた戻ってきて、ね、また飲んでみたいな、うん、それぐらいの速さだよ、そっか、うん、やっぱ買いたいな、またこれ買えばいいじゃん、そのこうどっしりとしたもの、猫、猫、猫とか帰ったらツアーとか行けないじゃん、まあそうだね、とてもじゃないけど、気になっちゃうね、しかもツアーに行く朝さ、うん、猫が下痢してんだよ、やだよねでも大体さ、そういうもんじゃん、そういうもん、絶対そういうもん、こっちは忙しい時に限ってさ、そうなんだよ、やらかすのがペットってやつなんだよね、ペットってやつなんだよ、あとだってじゃあ行ってくるって時に猫がニャンって鳴いたら俺行けないもん、まあ行けないね、切ない目でさ、切ない目でね、俺も一回さ、あのウサギ飼ってた時にさ、うん、ウサギが脱走したんだよね、うん、しかも娘のピアノの発表会の日にしかもベランダから隣んちのベランダ行っちゃったんだよ、うん、これで隣んちもいるならさ、うん、すいませんっつって行くけどさ、うんうんうん、また刺激するとさ、うん、8階だからさ、あ、転落死も考えられるじゃん、たまにイベントのパリですよ、渡君、あれ大変だった、どうした、ウサギ用のクッキーって感じですよ、うん、これクッキーに目がないんだよ、うちのだけだからそれをこうちらつかせてね、うん、こう虫のように動かして、うん、おこっちだぞこっちだぞっつって、
ったらだん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 来たっていうところで、もう本当に挟まった中国人の子供をもし救出するかのようにガーッて、もうとふざけんなよこの野郎って、もうそのままゲージに入れてさ、もう脱走ね、出かけなきゃいけない時とかにさ絶対やるもんね、脱走な。で娘が言ったんだって、うん、ある行くのもうみんな支度してんだよ、うん、その時にパパベランダにウサギがあったマジかっつって、刺激するんじゃねえっつっていやまたそういう時にかけて嫌な方向に進むんだよね本当に。まあでもそのグッドメモリーだね。まあね、今後のコレクターズですが、はい、池袋24時ラインスタンプが販売中、はい、販売中、全国ツアーが発表されまして、9月21の横浜を皮切りにですね、うん、11月22の六本木まで駆け抜けますね、はい、駆け抜けられればいいんですけどね、途中でな本当だよね、この年になるとね危ないよこれ、うん、これどの辺が危ないだろうね、一つのね山はね熊本と見てますね、うん、熊本も何、ああここか、うん、あの福岡熊本あたり、うん、きつそうだねこれ。まあでもライブ時代乗ってきてることだね、体がもうダメってことでしょ、この気持ちが乗ってんのに、まあまあまあどうにか無事に終わりたい、はい、まあ大丈夫でしょう、その前にレコーディング終わらせない、そうですね、はい、まあもうすぐ完成と、はい、9月16日を予定しておりますが、はい、まあこれよりはずらせないね、はっきり言ってね、まあずらせないね、今日リズム取ってるけどね、5日後にあのツアーが開始ですから、そりゃそうだ、うん、前回こぼれたからね、前回ポロリやっちゃってるからね、一回ねまあね30年でこの商売やってればね1回ぐらいそんなあるよ、1回ポロリやるよね、うん、でも2度ポロリっつうのねこれね、2度ポロリやったらもう次もやるからね革新的にそうだよね、うん、革新的だよね、もうね小谷君の言うよ、もう雑誌の原稿とかそうじゃない、そうだ ね締め切りなんてあんな嘘って分かってるからね、分かってるよ、そうだからポロリになっちゃうよね、うん、これね、うん、まあでも無事に出したいわ、はい、うん、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトにあるスクラップメンマガジンからダウンロードできます、はい、写真館もありますが、アーカイブもありますね、はい、毎週水曜日更新、はい、Gmail 袋24@gmail.com よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、それでは皆さんまた来週 Do the download Do the download 池袋交差点24時